皆さんこんばんは。前回に引き続き、今回もエリザベス・ギャスケルの作品について見ていきます。ビクトリア朝の女流作家の中でも、ギャスケルを特徴づけるのは、彼女の多岐にわたるジャンルと言われています。ギャスケルは長編、短編小説、伝記、旅行記、書評、詩などを執筆しました。中でも、中短編小説のグループ分けは難しいと言われていますが、シャーリー・フォスターによると、人間と環境の関係を使った作品、社会風刺の作品、ゴシック物語、メロドラマ、そして歴史小説、異種混成物語の4つに分類されます。特に3つ目にあるゴシック物語、メロドラマはギャスケルが最も力を注いだ分野とされています。今日はこのジャンルを見ていきます。ゴシック物語、メロドラマではミステリーやサスペンスの技法で殺人、復讐、憎しみなどが描かれています。ここにリストアップした作品はミステリー、サスペンスに分類されます。最初にある貧しきクレア修道女の主人公は熱心なカトリック教徒ですが、愛犬を射殺された恨みからキズボーン氏の最愛の者が忌み嫌われるよう呪いの言葉をぶつけ、これによって出現した生き霊に人々が悩まされることになります。3つ目の魔女ロイスは、セーラムで1690年代初頭に起きた魔女裁判に関する史実をもとにゴシック要素を織り交ぜて描かれています。ヒロインのロイスは無実であるのにもかかわらず魔女裁判にかけられ、絞首刑に処されてしまい、過去の悲惨な歴史がロイスを通じて伝わってきます。それでは先ほどの最後にリストアップされていた悪夢の一夜について見ていきましょう。この作品の現代は A Dark Night's Work で、チャールズ・ディケンズが主催するオール・ザ・イヤー・ラウンド誌に連載されました。ディケンズは自身が経営・編集を行うハウスホールド・ワーズという週刊誌の執筆者の一人にギャスケルの参加を強く望みました。これをきっかけに、その後もギャスケルに執筆を依頼することが続きました。悪夢の一夜では、ヒロインの父が共同経営者のダンスターと口論の末に殴った勢いで誤って殺してしまいます。そして過失殺人の隠蔽を図ってしまった3人は、その後苦悩の日々を送ることになります。次に、悪夢の事故が起きた場面の第6章を見ていきます。主人公のエレノアの父、ウィルキンズは先代の事務弁護士の職を引き継ぎましたが、自分の仕事に満足できず、事務所に有能な事務員のダンスターを雇うことにしました。ところが、ウィルキンズにとって共同経営者となったダンスターが鼻持ちならない存在となり、口論の末に殴った勢いで殺してしまいます。ここに引用した最初のセリフは、最愛の娘であるエレノアがダンスターの死体を見てしまった時にウィルキンズが発したものです。訳しますと、彼は私を罵ったんだ。我慢できないほど彼は屈辱的だった。私は耐えられなかった。私は彼を殴ってしまったんだ。どのようにかはわからないけれど。彼は倒れた時に頭を打ったに違いない。ああ、大変なことになってしまった。本当に1時間前にはこの男を殺すなんて考えても見なかったのに。そして彼は両手で顔を覆いました。召使いのディクソンは死体を埋めてしまうことを提案し、3人で大木の根元に死体を埋め、過失殺人の隠蔽を図ります。赤文字で引用しているエリノアのセリフを訳しますと、愛してるわ。私はお父さんが何であっても構わないの。もしお父さんが20回殺人を犯したとしても、でも本当は殺人犯じゃないの。
あれは単なる事故だったと私は確信しているわ、となります。ここでポイントとなるのが、殺人事件をアクシデント、事故として捉え、父親を終始かばおうとするエレノアの態度だと思います。幼い頃に母と妹を失った彼女にとって、父親とは深い絆で結ばれていて、それを守ろうとする点に、当時のヒロインには見られない面が見えてきます。その後、3人の罪悪感と苦悩の日々は続きます。ウィルキンズは病に倒れて亡くなり、エリノアの婚約者であったラルフは、ウィルキンズ家の不穏な気配を感じ、彼女との婚約を解消します。ディクソンは埋められた死体の様子を常に気にしながら、秘密の番人をして生活します。偶発的な事故とはいえ、殺人を犯すことがどれほどのことなのか、この3人の苦悩の日々の描写から強く伝わってきます。やがて、鉄道敷設の工事のために遺体が埋められた場所から掘り起こされ、発見されてしまいます。これにより、ディクソンが殺人の容疑を持たれて投獄され、死刑の宣告を受けます。たまたまイタリアにいたエリノアは急いで帰国し、ディクソンを助けるべく事件を裁いた判事のもとへ向かいますが、この判事が彼女の元婚約者ラルフです。彼女はラルフに対してどのような行動をとるのでしょうか。小説のクライマックスに向けての見逃せない場面だと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次回39回目の講義は、トマス・ハーディの作品について解説しますので、ぜひご覧になってください。